まさに氷川きよしは、日本の宝、全く変わらぬ歌声。シンプル衣装でファンと近距離会場で涙、山田美穂子コラム。今日の氷川きよしさんのコンサート、3時間近くも歌いっぱなし、動きっぱなし。中略1年と8ヶ月ぶりに聞いたキーナ。ナチュラルに男の子していて、ジェンダーレスで、その見事な声。歌唱力。優しさ。 パワフルさ。人間としての可愛らしさ。大きさ。間違いなく日本の宝です。とは、ゆかわれいこしの X。17日の午後5時44分と記されているので、コンサート終了直後、興奮冷めやらぬタイミングでポストしたとみられる。写真、TM キネと熱唱。ダメージデニムがよく似合う川、ひかわきよし。 さすがは日本を代表する作詞家であり、氷川がクイーンのボヘミアン・ラプソディをカバーした際には役詞はもちろん先方との交渉に尽力したことでも知られ、氷川のファンからもリスペクトされている死のポストにより、ほとんど MC が設けられず、新旧のヒット曲の数々で構成された3時間の模様が一瞬で蘇ってきた。17日、東京、有明の 東京ガーデンシアターで開催された氷川の復帰賞、清市ヒカプラスキーナ。25th フィフスアニバーサリーコンサートツアーキーズナは、台風7号の影響を受け、観客の安全を第一に考え、初日の16日がやむなく延期に。17日が初お披露目となった。16日のチケットを持っていたファンの方は、本当に悲しかっただろうし。 氷川本人も落胆したに違いない。が、ステージ上での氷川は、気持ちを切り替え、すっきりした表情とチャーミングな笑顔、そして休養前と全く変わらぬ歌声で観客を魅了し続けた。そう、私も見に行く機会に恵まれたのである。隣の席は、長年、氷川を取材し続けてきた芸能リポーターの小前千佳子氏。氏とは、 かわいいと声を上げるのも、大拍手を送るのも、涙を浮かべてしまうのも同じタイミングだった。もう一つ、同じ感想だったのが今回の衣装。豪華絢爛で、紅白歌合戦でも着られるような従来のコンサート衣装とは大きく異なり、シンプルだったし、点数も少なく、その分、氷川がステージ上にいる時間が長く、会場の絶妙なレイアウトとも相まって、 ファンは近距離で、たっぷりと堪能できたことと思う。そして、コンサート終了後に、ヒカワとの2ショットをインスタグラムで披露したのは元、SKE48 の松樹里奈だった。大好きなキーちゃん復帰おめでとうございます私が、休養中の時にも、優しい声をかけて、くださったり、いつも気にかけてくださり、本当にありがとうございます。中略、明るい部分だけでなく、 自分の辛い気持ちや悲しみも歌にして表現されている姿に心を打たれました今回も。たくさんお勉強になりました私も、自分の正直な気持ちを大切に、心のこもった魂のこもった歌を歌える歌手になれるよう頑張ります。ああ、たくさん泣いた。本当にお疲れ様でした。感動をありがとうございました。松井と氷川に交流があったのは初耳だったし、文中にもあるように。 自分と同じく芸能活動を休止し休養していた松井を気遣っていたというこの一文にもまた氷川の優しい人柄が現れている。実は私などに対してもいつもテレビ見てます。シャンタイに気をつけてくださいね。と声をかけてくれる人なので、そんなことをしていたら心が潰れてしまわないかと思う日も少なくなかったものだ。が17日は、 氷川が深夜に思いを吐露したメールを送信できる人物の存在や、デビューの頃から氷川を支えてきたスタッフの顔も大人数確認でき、2019年にリリースされたシングル曲のタイトル通り、大丈夫、と胸を撫で下ろすことができた。帰ってきた氷川清という日本の宝。これからもその素晴らしい歌声と人柄を愛で続けたい。